ンポン。やだ、私って美少女。何お前。いや、自分の可愛さを再確認してました。浮気も。だって最近なぜかみんなからアホの烙印を押されてるような気がするんだもん。いや、だってアホだし。どこがアホなんですか。そういうとこやぞ。なんで、最初はスーパー美少女の触れ込みで華々しくデビューしたはずなのに。いや、割と最初からアホキャラだったような。常に可愛いって言ってほしい。じゃあ常に可愛くつつましくあれや。そんなわけで、今回は先生の可愛さをアピールしていこうかと思います。はあ、どうするんや。Google で魅力的な女性って検索します。はあ、なになに。魅力的な女性は、肌が綺麗。肌が綺麗で若々しい。まあ、せやな。やっぱり花見ツヤとかあると女性として輝いて見えるもんな。まあ先生もピカピカですけどね。歩く太陽圏やめろ。じゃあ謎の光もやめろ。月はとにかく素直。あ、今震えたらどうなるかな。脳を通さずに行動することを素直とは言わねえんだよ。あ、今宇宙人が来たらどうなるんだろう。驚きだよ。この宇宙人が実は葵ちゃんだったらどうしよう。うわあ。面白かったらチャンネル登録してな。